三崎駅までやってきました。ここはね、またいずれ駅散策で来たいなとは思っていた場所なんですけども、偶然にもちょっとやってきてしまったわけですが、まあ、散策はまたね今度じっくりやるとして、まずちょっとバスの時間を確認しましょうかね。次ね、あと30分ぐらいですね。ちょっと急げば飯食う時間ありますね。ちょっと探すような場所を。はい、ラーメン屋さんありました。吉次郎さんっていうラーメン屋さん、はい、見て店頭に可愛いクマちゃんいます。いいですね。じゃあ、はい、聞いてみますね。はい、吉次郎さん、お邪魔しました。撮影も OK だということで食べていきましょう。そしてね、時間もあんまりないので、ここはマックスフルパワーで決めていこう。限定のやつうまそうだね。写しづらい。トマトチーズラーメン、トマトチーズラーメン、あとゆず塩ラーメン、これが3月、4月。うーん、ちょっと限定いこうかな。はい、来ました、トマトチーズラーメン、これね。いや、今トマトの爽やかな香りしてます。じゃあスープから。なにこれ、新感覚。トマトの酸味もあるんだけど、やっぱそのラーメンのさ、いわゆるなんか塩っぽさみたいなのもがっつり入ってくる。で、チーズがこうね、乗ってるから、そのチーズがまたそれをうまくこう中和してるというか、マイルドに整えてくれてる感じ。なんかラーメンがチーズに絡んでるっていうのがめちゃくちゃ新鮮だね。結構ね、チーズとの絡みが濃厚。おー、うん、美味しかったね、はい、いやいや、そしてバスまであと2分です。行きましょう。はい、まあ、なんとかバスギリギリ間に合いそうっすね。あと1分だ。1分ほどオーバーしてるけど、まあ多分遅れてるんでしょう。続いて降り立ったのがこちらです。県民の森停留所、一気に自然あふれる世界ですね。ちょっとここの周辺では自然と戯れながら散策をしてみようかなと思います。これは県民の森ってことかな、こっち側が。おー、うん、めちゃくちゃ森だな。ありました、県立船橋県民の森。行ってみる？はい。何があるんだろうね。
本当に森しかないみたいな。森しかない。めちゃくちゃ気持ちいいけど、ね、こう上見ると、ね。すごい。湯がねいいよね。ちょっとあの久しぶりにあれやってもいいですかね。はい。ちょっとじゃあここで一回待って。はい。ここが僕のアナザースカイ。どうだった？え、なんか、うん、よかった。抜けも良くて。確かにここめちゃくちゃいいよね。うん、ここあのちょっとこの道がさまたこうカーブしていく感じね。うん。これがね皆さんアナザースカイです。あるね。アスレチックっぽいのが、チワとかもすごい。でもびっくりするぐらい静か。確かに。人がいないですね。ロープやネット登り、反対側へ降りるっていう。シンプル、シンプルなアスレチック。確かに。やってみるか。はい。よっ。助けてくれ。ちょっと地味でした。なんかそれは言わないでくれ。さあということでバスがもうじき行きます。次に来たバスでラストの小室駅目指しましょうかね。来た。いや、着きましたね。はい。小室駅。めちゃくちゃ初めての風景ですね。そうですね。ね、うん。北総鉄道なんだね、小室駅ってね。ああ。ちょっと登ってみる？はい。なんかあっちこっちって駅なのかな。おお。国道が走ってる。ローカルバスぶらり途中下車の旅、今回ですね船橋駅北口を出てこの小室駅までやってまいりました。またね今回このバスロッサを行くことでローカルなですね新たなこう一面を知ることができたかなと思います。最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひ動画への高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。